うん。あなたがレッスンの先生ですか？シュラップ！まだ決めポーズの途中です。決め？いきますよ。バッドのスイングもグッドにチューニング！バリー・グッドマン参上ぜ！翼です。よろしくお願いします。オーケー翼。私のことはバリーと呼んでください。はい、バリーさん。バリーグッドも知ってる人？うん。何年か前にキリアさんのライブにギタリストとして出てたから覚えてる。いろいろな伝説が残ってるんだよ。アメリカの超有名バンドの元ギタリストで、ソロアルバムでミリオンとか。でもその人もっと痩せてたような。本人なわけないよね。ん？翼、それは私で。何キロ太ったんですか？翼、ごめんなさい。気にしないでください。私がファットマンになったのは事実です。ズム、昔の話です。それでは次、そっちのボーイ、ネームプリーズ。青井一樹です。よろしくお願いします。マイクはルーキーにレッスンつけていました。ここに来た子、エビバーディルーキーズ。頑張ります。いい感じですね。今日の私はやる気十分。通常の3倍速度と密度でいきます。通常の3倍？別に3倍じゃなくても。知ってましたか？今日は秋葉で人気アニメディアマジョイオハのフィギュアが発売される日です。特典付きの限定版は少しだけ。出遅れるわけにはいきません。はあ、お宅の何が悪い。何も言ってませんよ俺。限定版買えなかったら大絶望。さっさとレッスンを終わらせたいので協力してください。間に合わなかったら五木にも行列に並んでもらいますよ。わかりました。3倍でいいです。マイコからはスパルタコースでって頼まれましたから、本当は3倍でも足りないくらいです。ビシビシいきますよルーキー。「何度言えばわかるのです！」「翼の歌にはスズメの涙ほども魂がこもっていません！」「そんな歌はクソくれ！」いいですか翼、そつなく歌うだけならレッスン次第でできます。バツ！その歌に熱狂や感動がありますか？ないです。今の翼の歌がそうです。それじゃステージに上がる意味なせん。翼はもう芸能人です。お金をもらってパフォーマンスを見せるプロフェッショナル。プロとしての覚悟を持ちなさい。その覚悟がないなら今すぐ事務所を抜けて
芸能界をやめやがれ。それはダメ。私はお姉ちゃんを探したいんです。だから翼の都合なんて私知らない。今の翼の歌は自分のための歌です。メッセージが込められてません。自分のためメッセージってどうやって歌に込めたら。答えを聞いては意味がありません。感じるのです。いつきも翼が言われてるだけと聞き流すなよ。あ、はい。それではワンモートライ。はい。ストップ。このまま続けても時間の無駄。アニメ見てた方が有意義ですね。次も私のレッスンを受けたいならディア魔女イロハ見て勉強してきてください。ごめん、イツキ君。私のせいでバリーさん怒って帰っちゃった。気にするなって。矢面に立ったのが翼だっただけだよ。はあ、アイドルって大変なんだね。なんかいろいろ考えちゃった。もしかして綾葉さんのこと？うん、よくわかるね、いつきくん。まあ、なんとなく。お姉ちゃん、こんなに厳しい世界で生きてたんだなって。ガツンとやられちゃった感じだよ。レッスンも実際のアイドル活動も大変だったのかもしれないけど、そんな素振り全然見せなかったから。家にいる時はいつも優しくて、テレビで見る姿はキラキラしててかっこよかったし。ああ、やっぱり私、お姉ちゃんと違ってアイドルに向いてないみたい。諦めるには早いよ、翼。まだ1回レッスン受けただけだし。バリーさんが勉強しろって言ったアニメだってまだ見てないじゃないか。なんで笑うんだ？だって、いつき君と2人で小さな女の子向けのアニメ見てる姿を想像したらおかしくて。でも、元気づけようとしてくれてありがとう。そういうところ、本当に変わらないよね。うん、私、もうちょっと一人で考えてみるね。またね、いつきくん。あ、お疲れ。お疲れ様です。何？大玉では助けてくれてありがとうございました。気にしなくていいわ。それよりさっきあなたの友達とすれ違ったんだけど、大丈夫？ずいぶんへこんでたみたいだけど。バリーさんにレッスンを受けたんですけど、怒られてばかりで。ま、それがバリーの仕事だからね。ね、一番近くであの子の歌を聴いていたあなたはどう思ったの？自分のことだけで手一杯で。でも、なんであそこまで酷評されたのかわからないです。なるほどね。ね、あなたたちは歌手になりたいの？俺は違うけど、まあそんな感じです。そう、歌手の歌は言葉なのよ。え？歌手としての彼女は生まれたばかりの赤ん坊で、だから言葉というものをまだ理解できてない。だけど赤ん坊にだって感情はある。
それを伝えるために彼らは泣くでしょう。あ、はあ。だから彼女は泣くように歌えばよかったのよ。その訴えをバリーは絶対に聞き逃さないから。つまりレッスンの前に翼を泣かせればいいと。受け取りなさい。これは？それは私のライブのチケット。ライブ？あの子と二人で来なさい。そのライブから何を得るかはあの子次第だけど。だけどあの子なら。ん？いえ、何でもない。共演相手の剣やしろは超一流のアーティストよ。これからマスターとしてやっていくつもりならあなたにも得るものがあると思う。それじゃ、これからリハーサルだから。ねえ、あのさ、敵が現れたぞ。はっ！てっ！畳みかけよう。準備はいいかよ、カイン。言われるまでもない。燃えろ！俺の弱点発見！
やるな。それよ。グラブ。解き放つ。おお。私から行くね。私たちの勝ちだね。なんだか照れくさいな。俺の技、今の樹なら使いこなせる。やったな。うん。今のうちだ。大丈夫、翼ならやれるわ。ありがとう。よし、私貫くよ。あれ、始めよう。とどめ。引き締めていこう。その技でいきましょう。準備 OK だよ。ちぎれろ。よし、私から行くね。大成功。一気に片付けるぜ。すべて焼き尽くす。弱点発見。みんなの応援のおかげだぜ。敵だ。一気に決めろ。はっ。てっ。やったね。怖いけど頑張るしかないよね。セッション、いける。リーダーに教わったのかね。あとは俺が止め、とどめ。やれるのか、俺に。ちぎれろ。てめえら、相手が悪かったな。たぎるぜ。雑魚とんなんや。うおお、これからも俺は突っ走るぜ。敵が現れたぞ。ひとまずは安全か。俺が力になる。行くぞ。やっ、せい。やった。大丈夫、翼ならやれるわ。ありがとう。私頑張るね。かわせないよ。油断はできない。それよ。イカズチよ。準備はいいかよ、カイン。言われるまでもない。それよ。浮かせ。どうよ、毒に侵される気分。待たせて。あと1体かわせないよ。倒せた。ご声援ありがとうございます。やっ。
敵が現れたぞ。はっ！手加減なんかしないから。大丈夫、翼ならやれるわ。ありがとう。逃がさないんだから。いいわね。落ち着いていこう。ありがとう。やったね。先輩らしいとこ見せねえとな。くらえ。熱い戦いだったぜ。敵だ、不意打ちに気をつけろ。はっ。準備はいいかよ、カイン。言われるまでもない。準備 OK だよ。貫け。ジャッケン発見。まずは俺が。よろしく。もう一つおまけ。これで。いいね。その技でいきましょう。クロムみたいに。ここか。セッション行きます。いいわね。やれやれ。俺が力になる。行くぞ。やっ。てめえら、相手が悪かったね。その技で行きましょう。どうよ、僕に侵される気分。任せて。これで。やるな。その技で行きましょう。とどろけ。よし。セッション行きます。いいわね。私も頑張らないと。シーダに教わった。やった、倒せた。みんな怪我大丈夫？俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか、